世界が学びるボールパークを作ろう。これまでにない感染体験。生まれたばかりのそのケイロスっていう卵の状態を見たときに、絶対これはいけると思ったので、表現の幅は飛躍的に上がる。いろんなところを回って、このスタジアムっていうものを楽しんでもらいたいな。野球を見るだけじゃない、多種多様な方たちにですね、楽しんでもらえるような空間であり、施設っていうものを目指して。見てる方にとってはもうその瞬間瞬間が全てなので。お客さんにとっては一回一回一周一周っていうものはすごく大事だと思ってるんですね。